S500H4 プラス81は、天の北極近くのケフェウス座の方向にある、広い吸収線を持つクエーサーである。中心部には、これまで発見された中で、最大級のブラックホールを有すると考えられている。超大質量、ブラックホールが、膠着円盤の物質を飲み込み、宇宙ジェットを放っている。イメージズ S500H4 プラス81は、ブレーザーで、実際には、 活動銀河核として知られる天体の中でも最もエネルギッシュなオベフクエーサーである。活動銀河核は中心の超大質量をブラックホールによる物質の急速な光着によって重力エネルギーが光エネルギーに変わることで宇宙論的距離を隔ててもなお光学的に捉えることができる。S50014 プラス81は最も高度の大きなクエーサーの一つで その高度の合計は 1041W を超え、絶対等級ではマイナス31.5等に達する。つまり、太陽の3014倍、天の川銀河の1000億から4000億あるすべての恒星を合わせた明るさの25000倍の明るさとなる。しかしながら、121億光年という距離のため、分光法によってしか研究できない。クエーサー中央のブラックホールは、 毎年太陽の4000倍もの極めて膨大な質量を飲み込んでいる。このクエーサーはガンマ線や X 線から電波に至るあらゆる波長において非常に強力な放射線源でもある。この天体は赤型変異を持つ他のクエーサーや構成と同じく非常に遠くに存在している。そのため一般的な赤型変異や速攻赤型変異を用いた手法では天体までの 距離の測定が難しく、他の特殊な技術を用いて距離が測定された。このクエーサーの名称の S5 は、ケンブリッジ電波源カタログの第5版0014プラス81は1950.0文点での座標に由来する。同じく、ケンブリッジ電波源カタログの第6版に由来する 6CB0014 プラス8120という名称も用いられる。 S50014 プラス81は FSRQ で超大質量、ブラックホールを銀河の中心に持つ巨大な大円銀河である。このブラックホールが強烈な活動の原因と考えられている。2009年に天文学者のチームはこのブラックホールの質量を測定するためにスウィフトを用いてこの銀河の高度を観測した。驚くべきことに、 S も0014プラス81の中心部のブラックホールは天の川銀河の中心部のブラックホールの実に1万倍、太陽の400億倍という結果が得られた。これは基地のブラックホールの中で最大級のものの一つとなり60年近く最大のブラックホールと考えられていた M87 のブラックホールの6倍以上の質量であった。そのため、 ウルトロマーシブブラックホールとも名付けられた。このブラックホールのシュワルツシルト半径は1183.5億キロメートルとなる。つまり、自上の地平面の直径は2367億キロメートル、およそ 1600AU と明王星の光天軌道の約40倍にあたる。また質量は大マゼラン雲の4倍になる。さらに驚くべきことは、 このような怪物的なブラックホールがビッグバンの後のわずか16億年後という宇宙の初期に生まれていたことである。これは超大質量、ブラックホールが非常に早く成長することを示唆している。ただし、この研究結果にはいくつかの警告もある。第一に、この調査結果は間接的に質量を計測しており、ケプラの法則による評価がなされていない。 s 5 0 0 1 4プラス81ほどに明るい、クエーサーはありそうになく、近くの星がより強く輝いているせいで正確性を欠く推定となっている。第2に、使われたスペクトルが超波長のものであるため、このクエーサーの特徴の説明となっていない。第3に、クエーサーを囲う光着円盤が、エディントンコードの40%もの高度で輝いており、 ブラックホールの重力の影響を振り切って、円盤も吹き飛ばすほどの強い放射圧が発生している。そのため観測された特徴は、ダストとガスに介在する未知の効果によるものである。しかしながら、ブラックホールの質量だけが観測されたクエーサーが放出する力を説明することができるので、極大質量、ブラックホールの可能性は完全に除外されていない。 S 5 0 LH4 プラス81のブラックホールの質量に基づく進化モデルは、このブラックホールがホーキング放射によって消滅するまで、おおよそ1.342099年かかると予想している。しかしながら、ブラックホールの質量は増大し続けているので、消滅の時はより遅くなるであろう。ありがとうございます。